捧げたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、小林先生の流しで、八木さん、まあ、重吉さんと同じ名字なんですけど、皆さんこんにちは、陽円と申します。どうも初めまして。私はですね、八木重吉さん の詩に触れたのは、11編の詩に歌をつけておりまして、今回、5曲歌わせていただきたいと思います。まずはちょっとね、季節は秋なんですけれども、春という人はブロックしたりとかするじゃないですか、簡単にね。そういう風になっているとやっぱりコミュニケーションの能力もどんどん衰えてきて、本当に薄っぺらな付き合いしかできなくなって、赤ん坊が憎けりゃマリも憎らしい、そんなこと思いなさんな。
子供がよくて大人が悪いことはマリをつけばよくわかる。赤ん坊があん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 泣いているのとマリがポク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 疲れているのと火が燃えてるのと川が流れてるのと木が生えてるのとあんまり違わないと思うよ。ポク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 マリをついていると苦い苦い今までのことがポク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 結び目がほぐされて花が咲いたように見えてくる。私のマリをひょいとあなたに投げたくなるようにひょいとあなたが返してくれるようにそんな風に何でも言ったらな。ポク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 一人でマリをついてたもじっとつまらないひょいと投げようかあんたの方へ投げようかあんたの方へ投げようかあんたの方へ投げようか投げようか投げようかは、YouTube でもありますが、八木重吉の歌うときはです。この歌はですね、私が詩集を読んで、一番初めに作った曲です。八木重吉歌うときは悲しみの時は鍵
流れたり水の心に浮かびしわ舵も泣き Thank you.